さあ今日もやっていきましょう。ヒロ前田です。花田です。皆さんこんにちは。さてヒロさん、ティーズは最近どんな感じですか？ティーズの入ってたそのビルの賃貸契約というものが4月の末に終わる、うん、で、まあ、今これ録音している時点では4月のまあ中旬から下旬にかけての頃なんだけど、うん、最近やったことは原状復帰工事という工事、つまり30日4月の末までね、ギリギリまで粘るわけにいかないから、意味もないから、早めにその物を撤去して、で、原状復帰工事っていうのをやんなきゃいけないんだけど、ただ現状といっても4年半前の状態に戻す工事ではなくて、次に入る入居者がもう決まったんで、うん、その人たちと合意さえあれば完全に原状復帰しなくても良いと。そう、うん、なんか教育機関が入ったっけ？そう、やる気スイッチグループ。ほうほうほう、はい。みんなが知ってるブランドだとね、スクール IE という塾があって、実はね、日本最大のその塾グループなんですよ。うん、で、やる気スイッチグループが、いくつぐらいかな、7、8個そのブランドを持っていて、全部子供向けのビジネスをやってる。まあ、興味深いのはね、このコロナ禍において成長し続けてる。つまり、我々のように大人向けの商売と、全く違って、子供向けの商売はもう順調そのものらしくて。羨ましいね。羨ましいよね。やっぱりオンラインにあんま向かないんだろうね。オンラインにあまり向かないから、そのコロナであろうが何だろうが、とにかくやるしかなくて。で、教室じゃんじゃん増やしてると。で、ティーズのあの場所には、チャイルドアイズっていう名前の、その、烏山のエリアにすでにあるんだけど、そこが移転してくる。俺もじゃあやる気スイッチ押してもらおうかな。僕何個やるんだろうってやる気のスイッチね。でも本当ね、グダグダしてからそう、まあそういうことで、はい、今はね、実はもうすっからかんで、はい、家具、本棚とか、まあいろんなものがあったけど、テーブルとか、うん、その辺はね、もうあそこにはないです。でも相当大きな棚と、うん、めちゃくちゃたくさん本があったよね。 あれどうしたの？あのね、うん、まず、本棚、オレンジ色の本棚と、あと会議テーブルとか、椅子とか、はい、ホワイトボードは、実はですね、麻布大学。大学が買ってくれました。素晴らしい、ありがたいね。そう。で、実際に3月の31日に、行ってきたんですよ。トラックに乗って、巨大な本棚を運び込んで、で、学生さんに今後、まあ、先生とね、学生さんに使ってもらえると。うん、あそこはね、その獣医さんを目指す人たちとか、うん、あと食品生命とかね、その辺の人たちが、研究者たちが集まってる学校なんだけど、そこで使われると。うち、んうん、も昔犬が麻布獣医大学の先生にお世話になったことあるよ。ああ、そうなんだ。そう、有名だよね。うん、そうそう、この前行ったんだけど、キャンパス内にドッグランがあったの。おー、斬新。そう。いいね。うん。で、それが家具でしょ。はい。で、あと本。うん、はい、本は実はですね、神田外語学院に引き取られました。おお、はい、テックスさんとか。そうそうそう、買ってくれたんですよ。お、本ね、ありがたいね。何冊あったと思う？I don't know。 でしょ、あのね、神田外語学院に移動した本の数、うん、900冊。わお。900移動して、で、まあ多少残ってはいるけれど、今も、で、今ね、実は、この録音をしている段階で、うん、神田外国学院の、学生さん向けの、うん、販売、うん、安く販売されているらしくて、で、つまりその学生さんたちの役に立ってると。うん、で、しかも、売り上げの、が寄付がされるらしくて、うん、ウクライナの子供たち。素晴らしい。うん、なんかそれがね、学生の体験を豊かにするために、その本を、売るという、そういうイベント自体のコーディネートとか、あとはそのお金を実際に寄付するためには、どっかに誰かが行って何かしないことには寄付できないじゃん。うん、それも学生さんにやってもらうんだって。そう、勉強になるね。そうそうそう。すごく教育的な、うんうん、価値が高いと思うんだけど、うん、まあ、加藤さんがね、うん、まあ、人肌脱いでくれて、うん、はい、ティーズにあった本を大量に引き取ってくれて、うん、で、さらにそれが、ウクライナの子供たちの役に立つと。最高じゃないですか。ってことなんですよ。嬉しいね。
それで、まあ、4月末に、現ティーズというか、その今まで4年間やってきた、あそこの場所は、明け渡されます。なるほど。はい。同時に、今進行中なのが、新しい事務所。うん。うん、これが、場所はちょっと言わないんですけど、分け合って。分け合い物件ですか？いや、分け合いっていうほどじゃないんだけど、そう、ちょっと内緒にしようかなと思って、富士山が見える、いい場所にあるんですよ。ほう。どうすか？本当にね、いろんなことが起きるなと思って。例えばね、インターネットは通らない。それネタ作りじゃなくて。いや、これマジでね、困ってんだよ。またそれでなんか、模試とか作ろうとしてない。新しく事務所が引っ越したのにネットが通らないって。通らない。いいネタになりそうだけど、いや、これ意外でね、本当に、普通に考えてインターネットが通らない物件なんて、この時代に借りたくないじゃん。で、もちろんね、通るつもりで借りたんだよ。不動産屋さんと話をして、当然その、確認はしたよ。借りる前に。で、JCOM っていうね、ケーブルテレビの線が入ってるんだけど、まあ、これは Zoom の授業とかにあんま向かないから、不動産屋さんがね、提案してくれたんだよね。この JCOM のこれを使うんじゃなくて、フレッツ光とか、ソニーのニューロとか、まあ、そういったものに前田さんが自分で加入してくれれば、自由に引いていいですよと。つまり引くこと自体は OK で、ただ加入の手続きだけはやってくださいねと。まあ、それはそうだよね。うん。うん。だから、はい、わかりましたと。っていうことで、オーナーの了解も取れているから、自由にやってくれと。で、俺は当然、賃貸契約3月中旬から発生してるから、うん、3月の中旬、まあ、20日ぐらいに NTT に電話して、うん、こうこうこういう事情で、引っ越すから、フレッツ光をね、入れてくれと。で、わかりました。で、このシーズン混んでるから、4月12日まで待つことになったわけよ。はい。ね。で、ただまあ4月12日だったらまだそんな悪くはない。うん、新学期始まって、まあいい時期かなと思っていたわけだ。うん。ところが、いざ4月12日に工事を迎えて、はい。配管の中を、いろいろチェックしてくれる人が来て、うん。ダメですね、と言われた。線が重要な部分から自分の部屋まで、こう、物理的に、こう、線を本当に入れなきゃいけないんだけど、うん、途中でその配管が終わっちゃってるから、うん、通すことができないっていう問題が起きたんですよ。Oh, no. でしょで、結局、その配管がないことには、まあ、通せませんよってことになって、うん、その日工事はもう終わっちゃったわけよ。で、そこで不動産屋さんと連絡取って、で、あだこうだといろいろ事情説明をして、うん、で、結局ね、26、7年前にその建物が作られた時に、うん、将来、線をもう一本増やすなんてことは想定してなかった。まあそうだよな。そう。で、いやでもね、俺言ったけど、いやとはいえ、その住んでた人がいるんだから、その前に。うん、その人たちね、誰かが、光ケーブル通したいと言ったはずでしょと、うん。その時に問題が発覚して、かつ解決されなかったのかと。聞いたの。うんうん、そしたら、なんと、前のテナントは、25年間同じ人だったと。はぁ。そして、その人は、光回線いらない派だったのね。なるほど。え、でも、この時代にインターネット使ってなかったんですかって聞いたら、いや、ポケット Wi-Fi で済ませていたと。なるほど。だから、ケーブル通す必要はなかったなって。どうするの？いや、それでね、結構目の前真っ暗なんだけど、はい、ただ不動産屋さんからしてもね、俺が入るときに、いや、大丈夫ですよ、通してくださいって言ってた立場だから、どうにかしなきゃいけないってことで、で、まあいろいろ話してくれたり、あとその過去のリフォーム工事を手掛けた会社とやり取りしてくれて、いや、その NTT の人がチェックしなかった場所に絶対配管はあるはずだから、もう一回見ますよってことで、まああれこれ今省略はするけど、結果的には、当初予想していなかった場所にちゃんと管が通っていたことが分かった。お、よかったね。そう。なので、まあ、そこを通せば、光ケーブルは入れることができると。うん、で、さらにおまけとして、うん、もういっそのことを、その光ケーブルだの、無線ルーターだの、部屋の中に置くのはちょっと見苦しいと、うん、ってこともあるから、その業者の人がね、提案してくれたのは、天井に一部穴を開けて、うん、で、そこに蓋を作って、で、無線ルーターを天井の裏に隠して、うん、で、ケーブルも全部壁の裏を通してしまって、で、蓋を元に戻せば、うん、まあ、いつでももちろん開けられるような蓋なんだけど、点検口ってやつね、うん。そうすれば、もう
一切視界には入りませんよと。うん、すっきりするね。そう。で、そんな方法あるんですかって驚いたんだけど、いや実は最近の新築マンションっていうのは、うん、共用の Wi-Fi がもう元々入ってることが多くて、うん、で、そういうルーターとかケーブルは全部壁の裏側とか、うん、天井の上に隠してるんですよって言ってた。なるほどね。ね。なんか、じゃあ、I'll give you discount みたいなオチなのかと思ってた。違うんだ、ね。それ言われたらどうしようかな。いや、ごめんなさい。ディスカウントするからインターネットなしでお願いしますからね。それもうあれだよ。即退去なんで。退去だね。退去なんで。いやでもこの後穴を開けたがゆえに上からリークしてくるとか、なんか水漏れの話とかに展開するんじゃないの？なるほど。なるほど。穴開ける工事はね、まだやってないんだけど、そう、だからそれがね、これからまだ残ってるってことですよ。うんうん、そう、だから、チーズというか、うちの、まあ、事務所が職場として、稼働するまでに、もうちょっと実は時間かかっちゃう。なるほど。内装工事はもうやったんだけど、うん。うん、まさかの。まさかの。インターネットが繋がらない。繋がらない問題が起きて、うん、日本一インターネットを必要としている人間の一人なのに。いや、これからもうリモート中心で行くぞって言ってるやつが、インターネット使えません。だから結局ね、さっき言ったように、元チーズが現状復帰工事やっちゃったでしょ。うん、つまり、そこでのインターネットは使えないわけよ。うん、で、新事務所でも使えないでしょ。だからどっちも使えない状態なの。全く想定外。ちょっと、笑えないけど、まあ、一つね、ネタになったから。そう。うん、まあ、新しいスタートをね、切るにあたって、ちょっと困難が伴って、うん、で、その先には素晴らしい未来が待ってると。ると。はい。まあ、そういうつもりで、います。じゃあ、今日の一杯やりましょうか。はい。はい、ここ数週間で、はいはい。ヒロさんが絡んできた、うん、業者たち。業者。それをこう英語でどう言うかみたいなところから学びを、視聴者の皆さんに得てもらいましょうか。なるほどね。確かに事務所を引っ越したり、うん、あと工事したり、うん、業者呼ぶっていうのは、うん、トイック的だよね。でしょ。うん、あと347には出てくるね、うんうん、ってことは何？俺が関わった業者を言えばいいってこと？うん、洗いざらい言ってくれる。OK。じゃあ、さっきの、まさにその、工事に来て出会った人は、うん、例えば、電気工事。電気工、英語で。電気工ね、電気、何？電気技師。技師。うん。技師か。うん。エレクトリシャンかな。なんか、テクニシャン的な感じだよね。エレクトリシャン。エレクトリシャン。祭りにたまに出てくるよね。出てくる、出てくる。だよね。うん。結構ね、侮れない。エレクトリシティを扱ってる人ってことで、エレクトリシャン。うんうんうん、ね、これは押さえておくといいですよ。はい。それからね、あとは、配管、うん。配管工はね、活躍するんだよね。特に欧米では。これ発音が結構重要だよね。うん、そうだね。プラマー。と書いて、プラマー。はい。PLUMBER なんだけど、クライミングザマウンテンっていう風に呼ばずに、クライミングザマウンテンっていうのと同じで、B は完全サイレント、読まないんだよね。うんうんうん。プラマーね。プラマー、これ大事。はい。そういえばね、プラマーって実はね、究極のもし600問プラスってあるでしょ？はい。あの中で紹介したプラマーがあるんだけど、うん、そこに書いたのはね、世界で一番有名なプラマーは誰か知ってる？っていう話なんだよ。みんな知ってると思う。兄弟なのよ。兄弟？そう。ライト？違う、ライトじゃない。あのね、うん、ゲームの主人公だよ。ゲーム？任天堂が。あのヒゲを蓄えた。そう。マリオブラザーズ。あれ、配管工なの？配管工なんだよ。そう、確かになんか。あのほら、服装が、はい、つなぎだし、うんうん、あと、マリオのゲームって、うん、土管がやたら出てくるじゃん。はいはいはい。そうそう、あの二人はね、プラマーなのよ。なるほどね。それ分かりやすい。これはね、時々、授業とかセミナーの中でネタとして使えますよ。俺もメモっとこう。ね、あとは、不動産絡みかな、うん、やっぱり不動産絡みで最近出会った人といえば、うん、昨日喋った人、うん、まず不動産業者。不動産業者。仲介してくれた人。はいはいはい。はい、これは、リアルエステイト、エージェント。それを一言で言うと、リアルター。リアルターか。あ、そうね。なるほど。リアルにター、アクターと同じターつけると、うん、不動産使ってる人みたいな感じになるよね。そうだね。俺も品質だね。
うん、仲介してくれた人と、うん、あとはその不動産の、うん、管理会社っていうのも、あの最近やり取りはしてる、うん、だからこれは、マネジメントする会社だから、うん、プロパティかな、うん、プロパティマネジメントをしてる、プロパティマネージャーだねみたいな言い方ができるかな、うん、あとなんかこうか管理してる人、はい、うん、あれも結構難しいけど、うん、スーパーインテンデント、おースーパーインテンデント、偉い人ね、監督者みたいな、うん、なんかスーパーバイザーと同じで、スーパーが上から管理監督するようなイメージだから、うん、それで押さえておくといいかもね、うん、確かにね、これちょっと気になった方はね、ぜひ辞書調べてみてくださいね、スーパーインテンデント、ヒロさんがあの字幕つけてくれでしょ、これつけようかな、どうしようかな出た、まあ、つけるよ、つけるよ、意地悪ヒロ前田が出てきたよつけますよ、まあ、でもね、自分で辞書引いた方がね、記憶に残るから、うん、まあ、実はさっきね、自分でも確認したんだけど、管理監督する人っていう意味での少し、ジェネラルな意味もあるし、アメリカ英語で、アパートの管理者っていう意味もどうやらあるらしいね、そうだね、うん、これは侮れないと思うんだね、はい、あとは、新事務所を作るにあたって、うん、内装をやってますよ、今。はいはい、ね。そのアドバイス、ここに棚入れたらどうですかとか、うん、床はこういう色にしたらどうですかとか、うん、そういうアドバイスをしてくれる人もいるから、うん、だから、内装だからインテリアかな。うん。うん、インテリアデザイナー。うん。ね。そうね、インテリアデザイナー。うん、超おしゃれなクロスハーツだよね。僕、写真見せて連れてもらったけど。あ、うち？うん。そう。いや、あの色のセンスはね、素晴らしいと思う。あれね、実は、後で気づいたんだけど、うん、ウクライナの国旗そのものなんだよね。お、先取りしてた。ってことで。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしましょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。